はい、今日は、Q&A コーナーですね、Q&A をちょっと深掘りしていきましょう。皆様のご質問を深掘りさせていただいて、ちょっとね、僭越ながらアドレスをね、させてください。大体、まあ、3本から5本ぐらいね、ずつ、まあ、撮影していきますので、毎回ね、この Q&A コーナーすごく参考になると思いますので、ぜひ見てみてください。では、はい、まず、子宮腺筋症で経血量が尋常じゃないです。うんうん、周期は28日ですけど、28日周期ぐらいだけど、出血が多いってこと？はい。うんうん、多い。なるほど。腺筋症ね。今後妊娠できる可能性は低いでしょうか？いや、そんなことないですよ。うんうん。まずね、一つ28日ですよね。これ血液検査とか見てみないとあれなんですけども、卵巣は調子いいはずだよね。なんとなくなんですね、これ卵巣は良さそうですね。卵巣ですね。で、ただただ出血量が多い、こういう子って結構いたりするんですよね。なんか筋腫があって出血が多かったりとか、それこそ腺筋症があってですよね、出血が多かったりとかっていう形だと思うんですけども、まあ多いっていうことですね。多いっていうところで要素で、まあ、出てしまうから、出るからきついっていうところがまず一つあるんですけども、こう入る段階っていうのまた二つありますよね、この出るっていう段階と入る段階っていうものがあったりしますよね。ここで例えばしきちゃん、この出血が多い場合ってどんな形のなんかその補給していかなきゃいけないですか、はい、何を取るんですか？肉。ああ、まあまあ鉄、鉄だとか、まあタンパク質ってやつね、タンパク質みたいなものをしっかり取るっていうところかなって、これがまあその前提になってきますですよね。またこの子宮、あの出血が多いっていうところで、こうちょっとね考えなきゃいけないところが、先ほどの腺筋症とか内膜症とか、腺筋症って要するに内膜症の一種なので、考えなきゃいけないっていうところが、こうそういうエストロゲンの暴走を抑えるっていうところを考えなきゃいけないんですよ。エストロゲンの暴走ですね。エストロゲンの暴走を、変なこれ体質なんですよね、こういう方って。で、なんでこれ抗体質になっちゃうかっていうと、いわゆる、これなんですよ、 P4 プロゲステロンっていうものがエストロゲンを抑えてくれるので、プロゲステロンっていうものがエストロゲンっていうのを抑えてくれるから、こういうものっていうのは抑えられる感じなんですよ。わかりますかね。例えばどっかに余った経血に対して、血液は全身に回りますので、例えば P4 が高温期になって抑えてくれるから、そいつらが暴走しない、だから腺筋症が起きづらいだとか、内膜症が起きづらいだとかですよね、卵管が詰まりづらいとか、チョコレート濃厚が起きづらいとか、まあ筋腫が起きづらいとかってあったりするんですけども、ここで考えていくと、この高温期を安定すれば、高温期を安定させると、まあ、いい方に近づいてくるっていう形です。で、たくさんいらっしゃいます。40半ばとか、それぐらい、40頭ぐらいで、でも、出血量が多いって、なんか、ほら、そこに対する回す、その回路はいくらでもあるってことだから、この質問の答えとしては、まあね、アドバイスとしては、高温期安定しましょうっていう形になります。まあ、過去の動画でもたくさんあると思いますけどね、高温期安定しましょうっていう部分と、何歳って書いてあったっけ？42歳、一応滑舌よく言いましょう、しきちゃん。42歳ですよね。ぐらいで、出血量が多いっていうのは、これはね、ある種その強い部分もあるっていうふうに思ってください。ね、しっかり強い部分もあるので、体質改善ね、しっかりと高温期を作るような体質作っていただければ、もう本当にすごく近づくと思います。それぐらいの年齢でゴールを迎える方っていうのは、もう本当に全然珍しくないのでね。まあ一つ一つちょっと重ねていきましょうね。で、過去の動画で高温期を安定させるには的なものが、しきちゃんあったよね、確かね。はい。でね、そこちょっと見てください。はい。じゃあ、しきちゃん次、お願いします。中学3年生で、はい。生理の経血量が少ないですけど、大丈夫ですか？少ない。どれぐらい少ないって書いてますか？そんなこと書いてありました。書いてない。
先生覚えてるんだけど、はい、2日ぐらいしか出血しなくてあんまり血も出ないって感じでね、もう本当に適当なんだよね中学生ぐらいですね。中学生ぐらいで、2日ぐらいの出血の出血で、まあ少ない量も少ない、合計の量も少ないぐらいでしたかな、だと思うんですけども、そうですね、そのまあこれって中学生ってのと一つ大前提としてまだ未熟なので、まだ未熟、まあ、小学校の高学年、まあ、後半ぐらいから生理が始まるのが普通なのかな、それぐらいで、まあ、中学校から始まる子もいるぐらいなので、まあ、まだ未熟なので何とも言えないっていうところが一つですよね。ただこのトータルの量が少ないっていうところの要素を考えていきましょうね。もしかしたら落ち着いてその成熟、卵巣が成熟してったらいい感じになるかもしれないじゃないですか、ですよね。これってもう全身と一緒なんですよ。身長が伸びるとかしっかり体重が増えるとかっていうのと一緒なんですけども、結論から言って、なんていうのか栄養ね、栄養ですね、栄養っていうものが、しっかり取れてるかなっていうところを考えていってください。で、これで見ていただきたいのが添加物の動画です。過去の添加物の動画っていうので、添加物っていうのは基本的にその物をコーティングして腐らせないようにするって感じですね。で、消化吸収っていうものは基本的に腸で腸内細菌が手伝ってくれて初めて成り立つぐらいの感じのものだっていうことを考えていただきますと、そうやって添加物が入ったものばっかり食べてたりだとか、これはもうバランス以前の問題なんですね、実はね。食べ物ってバランス、だって昼食とかさ、お弁当とかお母さんが作ってくれるものってそれなり以上に多分そのバランスがいいものだと思うので、その中でなかなかって話になってくると、やっぱり普段食べてるものの、その内容ですよね、添加物が入っているようなものっていうのはあんまり良くないんじゃないのかなっていうふうに思います。そういうものを、しっかり吸収、まあ、吸収するために添加物を抑えるわけですよね。やっていけばこれぐらいの年齢のことはそんな心配しなくて大丈夫です。本当にね、もう本当にちょっとしたきっかけでもすぐに正常化するっていう形です。ただ胃腸の強い弱いってね、どうしても女の子の場合はね、お母さんの形質をそのまま引き継ぐんですよ、はっきり言ってですよね。で、これはね、もう先生みたいに何食べても見事に吸収するタイプと、それができないタイプっていうのはこの分かれるんだよね。まあそこら辺を気にしながら、まあ、よく噛んで食べるってことをやってみてくださいね。そんなに心配いらないんじゃないのかなというふうに思います。はい、じゃあ次。はい、ファスティングが旦那さんにも効きますかって、何を目指してるのかな、それは。妊娠目指してるね、はい。ファスティングというものを旦那さんに対してっていう形で、男性の、まあ男性不妊って言い方なんですけど、男性の妊活にも役に立てますかっていうのは内容かな。なるほど。そうですね、基本的に男は、男イクオール、栄養不足です、基本的に、ね、太ってても栄養不足なんですよ。なんだと思うんですけど、変色、変色なんですよ。本当にいいの咲い始めてきた、ね、変色。だからどんなの食べてるんですよ。ラーメンとか。チャーハンとか、チャーハンとか、丼だよね。なんとか丼も大好き、先生も大好きですよね。なんならもう丼の上にも炭水化物を乗っけたいぐらいの丼が好きみたいな感じなんだけども、これってガソリンです。ガソリンですね。ガソリンであって、まあ要するに精子を構成する物質ではない、はっきり言ってですね。そこの部分のエネルギーを作るにはもしかしたら効率いいかもしれなかったりするんだけど、基本的にガソリンを足しすぎっていう形で、お考えくださいですね。で、このガソリン的なものを足しまくっていると、腸に足しまくっていくとなんか大変なんですよ。消化吸収大変、はっきり言って、ね、そんな消化吸収いいもんでもないよね、ここら辺って実はね。って考えていただきますと、まあ
ここも疲れる、疲れる、ね、今日も疲れるっていう感じになります。なってくると、どうしてもそのちゃんとした例えば大事な炭水化物、あのタンパク質とかね、脂質とかっていうものがその要するに精子自体の構成物になってくるわけだけど、そういうものが、やっぱり足りないっていうような状況が生まれますね。疲れてくると腸が疲れてます。だから腸が疲れてると、色じゃどんな風な腸になると思う？見た目はどんな風になるんですか？腸の見た目でもいいし、お腹ぽっこり、ぽっこりですね。ぽっこりしてくるっていうような状況、だいたいぽっこりしてるじゃないですか。先生意外とそこまでお腹出てないと自分では思ってるんですけども、街中歩いてる人いると、まあ、あの人で飼ってるなとかね、あの人で、ね、先生はまだ、ね、まあ、大丈夫かなみたいな思いながらさ、人と比べて安心したりするわけなんだけど、ここら辺のそのまあね、そういう人っていうのは基本的にはまあ栄養不足を起こしちゃってるっていう感じですね。で、栄養不足はその足せば足りるっていうのはこれ間違いなんですよ。基本的に栄養不足っていうのは足せば足りる、栄養足せばじゃ足りるんじゃないのっていうところも、その最低限の問題であって、高度な話になってくると、一回休めて次のものを迎えに行くっていう形の状況が必要ですね。そういう意味での、まあ、たまに16時間とか18時間ぐらいの断食っていう話になると、先生は、大賛成ですね、っていうふうに思ってください。まあね、大体ちょっと3本ずつぐらいね、 Q&A っていうところやっていきましょう。質問からのお答えっていうところ、どうしてもね大切になってきますので、あと、まあ、3本ずつぐらい Q&A を、やっていきますので、まあ、続けてね、ぜひ皆さん見てみてください。